皆さんこんにちは、林です。今日はですね、10月の7日今日はですね、国際展示場に来てまして、今から東京ギフトショーに行ってきます。海外のね、数多くの展示会がキャンセルもしくはオンライン化になっている中、東京ギフトショーは実際に、開催されます。なので今回、私もマスク着用して、来ていました。コロナの関係でですね、海外からの、お客さんっていうのは多分少ないと思うんですけど、国内のね、いろんな商品っていうのを見れると思いますし、私のパートナーの大竹さんがですね、主催するクラウドファンディングラウンジにはですね、我々が海外で取ってきた、多くの、イノベーティブな商品が展示されてますので、それが今後ですね、ギフトショーをきっかけに B2B とつながっていけばいいなというふうに、私も思っております。ではですね、ちょっと後ほど、見ていきたいと思いますので、失礼します。してるから台湾ですね。台湾です。林さんに交渉していただいた。あのおじいちゃんおばあちゃん。来週やっと幕開け。おめでとうございます。船田さんに出会いました。いや、代表戦 YouTube です。 YouTuber でもこれだけできるんです。そうです。あ、これもしかしてあれですか、新しいお相撲の。新しいやつ。おー、やっぱり YouTube の方。いや、はい、今日ですね、クラウドファンディングランジ2日目になりまして、卒業ね大盛況で、いろんな多くの方にね集まってきております。このクラウドファンディングランジはですね、大竹さんが、主催した、ブースで今回8コマを借りておりまして、非常に大きなブースになっておりまして、この南会場でもかなり多くの人を集客していると思います。はい、非常にイノベーティブな商品が並んでおりまして、大体ね、100商品以上ここに並んでおりますので、新しいもの好きからすればですね、日本にない商品ばかりですので、多くの人の注意をね、払っているという感じであります。ここのね、商品のほとんどの交渉をですね、私の方が担当しております。ちょっといろいろね、見ていこうと思います。これはね、イギリスのね、商品グラインダーですね。これはアメリカのジップパンワインの色よく使えるし、外からこんな感じで使えるし、キューマとして何でも使えるし、エアクオリティもいいな、セブキのね、カードリーダーですね。データの保存で。ラベルっぽい。これはイギリスのそうですね、はい。